配信してくれてありがとう、ありがとうございます。こちら、そう、ちゃんと今日伝えられなかったなと思って、なんか本当に5年すごくすごく楽しかったし、なんかいろんなことがあったけど、ちょっと本当にみんながそばにいてくれてありがとうって言いたいし、なんか思うのはね、本当に一人一人のことが大切で、きっとみんな分かってくれてると思うけど、すごくすごく大切で大好きで、みんなが一人一人がいるから私はアイドルをこうやって続けられてるし、シャラさんもメンバーも家族も友達もいるから5年も頑張ってこれたんだなって思います。だからこそいつも本当に支えてくれてありがとうだし、たくさんこうやってね私にコメントくれるのもすごく嬉しいので、早くゆっくり話せる日にショールームまたしたいと思います。今日はちょっとコメントを読むというよりは自分の気持ちを話すっていう感じになっちゃうので、そうだからまたみんなのコメント読んだり企画したり楽しいことする配信したいなって思うんですけど、なんか本当に5年間もアイドルをみんなのおかげで続けられているので、本当に本当にありがとうございます。本当にね、幸せなんだよ、私はみんながいてくれるか。アイドルになってくれてありがとう。いや、こちらこそです、本当に。なんかね、ずっとみんなのそばにいたいって思うけど、みんなも環境とかもあるし、気持ちとかいろいろあるから、もしかしたらね、今後、まあ、そんなことはないかもしれないけど、その、遠くから応援するっていうことになるとしても、なってほしくないよ、なってほしくない前提だよ。でも一番のアイドルだったって言ってもらえるようなアイドルになりたいなって思うし、なんかそうやってずっとそばにいたいとかずっと応援したいって思ってもらえるようなアイドルになれたらいいなって思ってるし、みんなが明日も頑張ろうとかこれからも頑張ろうって思える活力になれるアイドルになれたらいいなと私は思ってます。そう、最初から好きでいてくれた方も、途中から好きになってくれた方も、最近好きになってくれた方も、みんな本当に本当に見つけてくれてありがとうございます。私はね、本当に泣きそうになってきちゃった。私は本当に今までいろんなことあって、みんなを悲しませちゃったこともがっかりさせちゃったこともあったかもしれないし、でもこうやってそばにいてくれて支えてくれて本当にありがとうございます。そう、みんなが守ってくれたからここまで頑張れたし、いっぱい守ってくれてありがとう。たくさんね、愛をいただいた分も私も本当みんなに恩返しできたらいいなって思っております。絶対に泣くつもりじゃなかった。なんかみんなの支えだって思ってもらえるようなアイドルになりたいし、そうやって言ってくれるみんなのことがとってもとっても大好きなのでそう、ずっとそばにいたいです。いや、本当に私あれですよ、すごい嬉しい気持ちというか楽しい気持ちで終わろうと思ってたし、なんか私が今悩んでるとか思わないでほしい。全然悩んでないから。全然悩んでないって言ったらあれだけど、そのなんていうの、なんか悲しい時期とかじゃなくって、普通にみんなのことを思ったら本当に泣けてきたっていう話です。だからそう、みんなあれよ、心配しないで、私はとっても元気よ。元気ってこと証明しとこう。これからもそうやって慰め合っていこうねって、ありがとう。そう、感動の涙だし、本当にファンの方もメンバーちゃんも大人の方もたくさんいつも支えてくださってありがとうございますの気持ちでいっぱいです。いやー、5年楽しかったですね、本当に。明るくしようとするの私おもろすぎ。ありがとう、本当にありがとうございます。